こんにちは。レトロゲーム大好き、黒です。こんにちは。PC88 版、天下統一の発売はまだですか？ブーヤンです。あれ、とっくの大昔に発売中止になったよ。さすがに PC88 で天下統一は、無理があったんじゃない？一角獣の奇跡ですが、前回は、シンガエリア88に帰ってきたところまででした。物語も終盤ですが、どうなりますことやら。エリア88、一角獣の奇跡、攻略順に、始まるよー。シナリオ5、グッドラック。サチ様、プロジェクト4の通信周波らしいのですが、目覚めよ、眠れるライオン、と繰り返し。暗号文化？まさか、スエズ進行作戦発動か。サチ、出撃命令を出してくれ。シン、急がないと、ダンドリア国が灰になっちまうぞ。一刻の猶予もない。今出撃すれば、この仕事燃やされるぞ。プロジェクト4全軍と争うほど、こっちの戦力はない。プロジェクト4がダンドリアと交戦すれば、我々は奥義のヘッダースランに戦いを挑める。それまで待つんだ。く。やあ、シン。君とも長い付き合いだな。何の用だ？今はできるだけ戦力を温存し、集中させたい。流行る気持ちはわかるが、こらえてほしい。期待ほしい。ブラシア政府が期待を提供してくれた。好きな期待を選んでくれ。ホーネットには少し興味があるけど、買うほどではないか。X20 使ってるしね。そうか。残ってるうちに決めてくれよ。よう、進化。いよいよだな。ああ。物資があるうちに、期待や武器を手に入れておけよ。期待見せて。今、用意できるのは、これだけじゃ。何この品揃え。まっこいじいさんやば。タイガーシャークにサンダーボルト、しまいには X29、確かにやばいねこれは。武器だけ買っとこう。その期待なら、こんなとこじゃ。M61A と、サイドワインダー4発。おまけにフェニックス4発だ。買うかね。それください。毎度。この部屋も変わらないな。ブリーフィングルームに集合か。先はいつになったら出動命令を出すんだ。アテンション。ダンドリアが海上からのミサイル攻撃を受けた。地上施設の半数以上が使用不能という情報が入った。加えてプロジェクト4の大型爆撃機の編隊がアスランを発進したという情報も来ている。夜が明けた頃には、ダンドリアは灰になるぞ。プロジェクト4は、3日後にはスエズに到達するだろうな。ダンドリア空軍のレベルが高いとは思えない。しかし、先ほどマッコイから連絡が入った。補充機を発進させているそうだ。そうか。それじゃ。諸君、今までよく我慢してくれた。エリア88外人部隊は、プロジェクト4に攻撃を開始。初めに爆撃機を壊滅させてやれ。必ず買ってみせる。神崎、お前に引導を渡すために。シン、行こうぜ。やっと出番が回ってきたんだ。コントロールよりグリーンリーダー。西南西に適応型機編隊を確認。おそらくプロジェクト4の爆撃機 B52 の編隊だぜ。グリーンリーダー了解。爆撃機と直営機の数はわかるか。基地レーダーの出力じゃこれが限界だ。小物の数は自分で数えな。やれやれ、性格変わってないな。88のコントロールは。そこはお互い様だね。いたいた。こりゃすごい群れだ。七面鳥打ちだぜ、こいつは。高速の援護機がそちらへ向かってる。十分注意されたし。B52、脆いな。
ニッキー、調子はどうだ？今日は日頃のお世話を晴らしてるぜ。爆撃機を優先して叩け。スタンドリアにたどり着かせるな。ミッキー、直撃だぜ。右は私が相手するわ。ミッキーは変態の攻撃を続けて。ケン、セラのフォローに入れ。オッケー、任せとけ。こちらグリーンセクション。クジラは全部沈めたぜ。ご苦労、チン。次の作戦段階に移る。これから忙しくなるぜ。基地西側より敵編隊接近中。敵の爆撃部隊と思われる。至急迎撃せよ。やれやれ、来ると思ったら、やっぱり来たな。全部叩き落とすぞ。ここをしのがんと、後がない。第一撃は、僕が防ぎます。シンも早く上がってください。アンダローの機体は、ハリアーだからな。離陸は早いな。随分、立派になったじゃないか。ミッキー、俺たちも急ごうぜ。敵は、ミグ27の爆走編隊です。D50 には合いません。よかった。この間の編隊で全てだったか。ここで大型爆撃機に来られたら、シャレにならないぜ。できる限り、敵を落とします。一機でも多く上がってください。西側より高速機接近。気をつけろ。一体なんだ？ B1 だと。護衛機だ。上から降下してくるぞ。護衛機はミグ21か。カオスだね。よくやってくれた。一
知事はどうなることかと思ったぞ。まったくだぜ。危ない危ない。キム、よく頑張ったな。ありがとうございます。さき、しかしこちらの位置が知られたぞ。また、攻めてきたら。考えてある。後ほど発表しよう。とりあえずは戻ってきてくれ。守り切ったな。よくやったぞ、キム。でも、あの規模の攻撃が続いたら、きついですね。アテンション。プロジェクト4の地上部隊は、タンドリアの人に迫った。しかしここに来て、タンドリアに対し、降伏勧告を出した。その回答期限は、48時間としてきた。どういうことだ？呼吸が続かなくなったか。おそらく、48時間以内に、こちらを総攻撃するだろう。だが、我々も長引けば不利だ。一気に肩をつける。我々は、この基地を放棄し、アスラン上空の制空権を確保。アスラン郊外の基地を占拠し、そこに移る。サキ、俺たちは航空兵力だ。どうやって、敵基地を占領するんだ？ブラシアの国境付近に、元アスラン政府軍が待機している。今回の作戦が始まると同時に、攻め入る予定だ。これが最後の電力出撃になると思われる。我々は勝利を手にしなければならない。電気出撃せよ。戦闘機より各セクション、正面より敵、コースを変更せよ。ブルーセクションは、この地区をフォロー。グレイ。チン、俺は B 地区をフォローする。先に行け。オーケー、グレイの仇を取ってくれ。俺たちはアスランに向かう。市内における攻撃目標は、王宮の西側だけだ。他には手を出すな。おかしいな。どうした？チン。防空戦闘機が、あれだけか？ほとんど上がってこない。そうだな。こちらアスラン正規空軍、エリア88メンバー、聞こえるか？なんだ？どうなってるんだ？こちら正規空軍、モハド基地。当基地は諸君に味方する。こちら、ザー基地。モハド基地と共に君たちに加わる。アスラン万歳。チン、こら。俺たちは、間違ってなかったという証拠さ。エリア88機より、各基地へ、協力を感謝する。チン、コアモテが上がってきたぜ。プロジェクト4の連中だ。望むところさ。俺たちは負けない。
こちら革命軍地上部隊。首都西側と空港を占拠した。各地で反乱組織と合流。作戦は大成功だ。やれやれ、なんとか乗り切ったな。ああ、だが、まだ終わったわけじゃない。すぐにもう反撃が来る。だが、アスラン正規軍の中に、俺たちに味方する奴らがいるとはな。確かに昔なら、考えられなかったな。俺たちより嫌われるとは、プロジェクト4は、よほどの悪魔だな。やれやれ、フルスはボロボロだそうだぜ。地上軍がこの基地を落としてなければ、万事休すだったぜ。今日一日の戦いで、死者、115。負傷、86。明日は何人、死ぬかな。死ん。ミッキー、死ん。悪い知らせよ。グレッグが、死んだわ。な。まさか、あのグレッグが死ぬわけが。グレッグー。女の子を助けようとして、銃弾で。仕方あるまい。命がけなんだ。敵も、俺たちも。地方に接したところですが、今回はここまでです。次回はいよいよ最終回。このゲームには二通りのエンドがあるんですが、次回は原作準拠の、静止ルートエンドとなります。ご視聴、ありがとうございました。最後まで見てくれてありがとう。またねー。